で今回、医療の専門家であるお医者さんが、うんうん、ころっとこの今回のワクチンは素晴らしいものだということですごく進めたじゃないですか打った方うがいい打ったほうがいい。いいはい、あれはやっぱりそういうそのワクチンは素晴らしいものだということをずっともうインストールされちゃうそれが一つと、うん、今回はパンデミックということで、はい、日本人が大騒ぎになったじゃないですか、はい、ウインフルエンザにはワクチンあるにもかかわらず。うん こんなにワクチンないんだ、うん、大変だ大変だってもう、ね、煽りまくったでしょ、はい、だからお医者さんたちも本当そうだなそうだなと、うん、早いこと日本にワクチンが来たらいいなという期待感もあったと思いますうん、うん、でやっとそれも期待してたねあのワクチンがアメリカからやってきたと、はい、それでドドドドド,ドッと流れ、うん、流れ,流れ打ったようにね、はい ワクチンを本当に信用されたんだと思います。と同時にやっぱりステムの専門家たちがね。はい、感染症の専門家の教授たちが、うん、今回のワクチンは画期的で素晴らしいと。うん、この大変なパンデミックを、ね、このワクチンが救ってくれるって、うん、言いまくったじゃないですか。言いまくってました。で、そしたらもう、普通は普通の先生はやっぱそうだろうなと思いますわね。でも、あの時ってなんかもう言いたい放題で、振り返ってみると、全く当たってない。<laughs> <laughs> でもさやっぱり薬屋さんっていうのはもう私もいろいろ薬の裏事情いろいろ勉強して、はいうん、してたんでデータの取り方もね、うん、ずるいんですよ、はい、例えば95%の有効率って言ってたでしょ、はい、あれもそのほんま数字のからくりでね、うん、私はあのアメリカにおった時にいろんな論文の査読っち言って。はい 世界中かからいいろんなな論文来るじゃないですか、はい、でこの論文をこのジャーナルに載せていいか悪いかという判断をするのをレビューアーって言うんですよ、はいで。レビューアーが34人見て、うん、いっぱい文句つけるわけです。ここ,こ,こ書き直せとかこれはこの論理になってないとか、はい、もう一回実験やり直せとか、うん、でそういうことをずっとやってたもんですから,、はい、から論文の端っこ,端っこを見てあのいろんなあの悪いところをピックアップするそういう癖ついてたんで。 この論文全部初めから読んだがない95%嘘じゃんこんなもん,ん嘘じゃないんですよ確かに数字上はうまいこと細まかしとるんだけど来日は違うんだという,うそういうことよくやるんですよ薬屋さんはん、うん、しかもあの95%の出し方って通常出すや計算の仕方とまた違うあんまりあの計算の仕方使わないみたいなこと聞いたことあるんですけどいやいや使いますよ使うんですか、うん、あれ例えばあれはねよく覚えてませんけど、えー、3万人3万人で プラセボ3万人、えー、ワクチン3万人やりました、うん、そしたら、えー、こちらでは、えー、ワクチン打たない方では、えー、95人感染しました、うん、ワクチン打ってる方では5人になりました、うん、で計算してるのは95と5を比較して95%の人すやったあ<ー>、ね、それは正しいんだその数字だけは、はいはい、ところがよくよく考えれば3万人のうちワクチン打って感染しなかった人は3万いく95やから2万何歩90何感染してないん 打っても打たなくても、打っても打たなくても、90足し歩くところの計算って98%か9%ぐらい完成してないんですよ。だからそっちの方こそ表に出さなあかんのに、大きな募集団の中で片一本95人完成しました。片一方5人しか完成してませんでした。だからこの95と5と比べて95%という確率やったんですよ。そのその算数は正しいんですよ。でもそこまで報道しないから95%だけが人あ一人歩きしたわけです。 私はあの時あれ見て本当大騒ぎしました98%ワクチン打つ打たん関係なくてコロナにかからへんねんからほとんどかからへんねんから、うん、<laughs> なんでみんな打たなかんって <laughs> 言ってたんですけどでもまだその出だした頃ってまだ使ってみないとわからないところもあったので結構勇気いりましたかもういやだってあの数字見てたらもっとおかしいと思いますうん,うん私はもうアメリカで追った レビューあの経験かから自信を持ってこいつはおかしいおし、うん、私があの論文見てたらペケですよ、うん、こんなこんなんジャーナルに載せる意味ないしてるはずです今でこそ本当に気づいている人が増えてきたと思うんですけども、うん、やっぱその当時って結構大変だったりしましたかそのまあそれでねあの私があのアメリカであ、はい、ウィスコンシン医科大学の教授という、はい 肩書きをもらって日本に帰ってきて、はいまだにその肩書き見ておるんですけど、うん、で私が日本でこんなに騒いでるということで誰かがチクったんやろねウィスコンシー医科大学に、うんうん、そして私の昔の同僚の教授が直接メールが来ました「うん、ファイザーのワクチンは安全である」うん「感染予防が素晴らしい」うん「ですからお前がいつ,いつまでそんなこと言うてるとお前の名誉教授の,そのタイトル」うん は剥奪すると言われました私の本当に仲良かった外科の教授ですけど、はいうん、そんなメールが直接私でも来ました。ええ、アメリカでもそうかすごいな、うん、やっぱりだからあの時思ったのは大学病院の先生たちは内心はひょっとしてきれいなと思ったにもかかわらずな、うんうん、かなか立場上言われへんねやろうなといや思いましたね。本当,う本当になんか ちょっとありええなななないいいよような大きな力が働いてた思ですねそれはうまく回避してそれそれはほんで私はどうやって返事しようかなと思ったんですけど、うん、いやアメリカの事情はよう知らんけども日本で結構今死んでるんで、うん、ね、うんうん、やっぱ日本では危険なんちゃうかなと思いますっていうような感じでてそれではそれでははいはいわかりましたみたいなね<ー>ことで一見落着しましたけどね。 彼も本当にその時に本当にファイザーのワクチンを安全だと思ってたのか、うん、立場上、やっぱり言わないかんかったのか知りません、はい、でもそういう人多いんじゃないですか、日本でも。うん、うん、多分そうですよね、うんうん、医療関係とか、あと大学関係も多分そうだったと思いますよね。